イギリス海軍の空母クイーン・エリザベスが試験航海に出発するとき、イギリス国防大臣のマイケル・ファロンはこう語った。唯一の空母が旧式なロシアは、羨ましがるだろうな。あと、ロシアが近づきすぎないように超警戒するわ。これに対して、ロシア連邦国防省は、このように言い返した。クイーン・エリザベスは、格好の標的だクソが。ちなみに、さっきのイギリスの、マイケル・ファロン、は、2017年に、セクハラ疑惑で国防大臣を辞めているよ。さて、今回は、そんな、クイーン・エリザベス級航空母艦、を解説してみるよ。クイーン・エリザベスの前級である、インブインシブル級航空母艦、は、アルゼンチンとの、フォークランド諸島、をめぐるぶん殴り合い、フォークランド紛争、で活躍。また、湾岸戦争や普及の自由作戦、イラク戦争でも頻繁に実戦投入していた。しかし、2010年代には、相次いで寒冷30年に達し、退役の時期を迎えることが予測された。そんなわけで、1980、90年代より、イギリス海軍は次世代空母を模索し、計画を進めた。当初、ステルス戦闘機 F-35B を搭載する予定であったクイーン・エリザベスは、開発費低減のため、フランス新空母計画との共同建造を開始。ところがである。建造方式をめぐる英仏の意見の相違や、2012年フランス大統領選挙を受けた大統領交代もあって、共同の空母作りは白紙になったよ。また、財政難を受けて、2隻建造しても、1隻は予備役状態とする案、や、2番艦をインド海軍に売却する案、なども提案されていた。お金もないのに、2隻も運用できるのかよ？という声もあったけど、2015年には、2隻ともイギリス海軍が、現役艦、として運用することで落ち着いた。こうして、1番艦、クイーン・エリザベスが2017年12月に就役。2019年12月には、2番艦、プリンス・オブ・ウェールズが就役した。お次は、クイーン・エリザベスの構造など、を解説してみるよ。外見的な特徴は、アイランド、環境構造物、が、航海、作戦用、と、航空管制用、の二つに分割して設置されていること。この二つの環境によって、降誕性。つまり、敵の攻撃を受けた場合にも、機能を失うことなく、軍事的活動を実施する能力を、確保している。さらに、それぞれの環境に煙突を配置することで、機関から排出される排気の通路を短縮し、排気の軽量化と、肺炎の影響を軽減させている。一方で、見た目が英国面、環境が密とか肝を、燃料は紅茶、とバカにする声もあるとかないとか。俺の扱いどんだけ低いの？格納庫甲板の元には居住区画があり、470の小区画に区分され、乗員全員分、1600名の寝台が置いてあるよ。居住区には映画室やフィットネス室もある。中央より後方には上陸閣と食堂4室があり、食堂のうち最大のものは1時間に960名に配食が可能。医療区画もあり、病室、8床と手術室、歯科治療室なんかもあるそうな。奥歯がぶっ飛んでも安心だね。ちょっと何言ってるかわかんない。
このクイーンエリザベスの全長は284メートルであり、イギリス海軍史上最大の軍艦と言われている。でかすぎて、イギリスのポーツマス海軍基地にも、デブオンポート海軍基地にも、その船体を収容できる、艦ドック、がないらしいよ。そんなわけで、今のところは、ハーランド&ウルフ、など、民間企業が保有するドックに頼っている。イギリス海軍による正式な、ドック拡張や新設、は、すっげーお金がかかってしまう、という問題も抱えている。兵装は、ファランクスシウスと、対潜艇用の 30mm 機関砲、7.62mm 多重心機銃を装備。装備については、最低限の自衛用火器だけであり、対艦ミサイル防御に対して不安が残る、という評価もあるよ。一方で、防空ミサイルがないのは、重量面の制約や、航空機の運用を重視したからじゃね？的な意見もあったけど、その他一切のことはわかりません。ちなみに、クイーン・エリザベスと同時期ぐらいに作られたアメリカのジェラルド・ R ・フォード級航空母艦、ハ・リム162、ESSM などの艦対空ミサイルを装備している。中国初の国産空母、三島、や、ロシア海軍唯一の空母、アドミラル、クズネツォフ。フランス空母、シャルル、ド・ゴール、にも防空ミサイルがあるよ。次は、搭載するステルス戦闘機 F-35 ライトニング2について解説してみるよ。はじめは、イギリス空軍のハリアー2やイギリス海軍のシーハリアーの後継機として F-35 の導入が決定され、垂直離着陸機である改装された F-35 の B 型の採用を計画。しかし、後に、イギリス海軍のキャトーバー空母導入計画を受けて、B 型から艦載機型の F-35 の C へ切り替えられ、空軍も共通性の確保から C 型の導入を決める。キャトーバーとは、艦載機の発艦と着艦を助けるために、カタパルトとアレスティング、ワイヤーの両方を使う形式と、それらの装置のことだよ。しかし C 型の開発が遅れていることと B 型の開発作業が計画通りに進んでいることから、2012年5月にエンジンを国産にした B 型の導入に変更された。そんなこんなで、今では F-35B 戦闘機と艦載ヘリコプターを合わせて最大48機が搭載可能。2019年2月、イギリスは空母クイーン・エリザベスを2021年以降に太平洋、地中海、中東沖に派遣すると発表。南シナ海に進出する中国を牽制するとかしないとかするとか言われているよ。では経済的攻撃を加えます。マジかよ。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他にリアルチート野郎シリーズっていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは説明文のリンクをクリックしてくれ。